契約してます、まんまと契約書を書いてます。カイジの世界。オッズの方ですよね。でいいかな。あと賃借人に名前を付けます。賃借人。あ、賃借人、はいはい。はい。部屋番号作ります。で賃料教育費の支払い遅延した場合、遅延した期間に単位 14.6% による遅延損害金を支払うことになります。うわー。と書いているので遅れなければ大丈夫です。うわっつってるじゃん。俺らマジ余裕で遅れてたもんね。振り込みの。ちょっと待ってくださいって最初の入居の時にお金ないんです。報酬買えないんですね。買うか。そうです、ね、買うか。買えないの。もう勝ってるようなもんだけどね。そうだよ、ね。予想に。こんだけのメンバー。結構儲けないですか。儲けるか。結構儲けないです。結構儲けないです。部屋がもあるんですか。ヤダンは、P さんはダメです。サバイバルゲームしたかったな。猟銃の免許取ろうと思ってたんで。P さんと矢崎さんだけ契約書2枚多いっすよ。それめっちゃ面白い。バレたか。親父が飲んだくれなかった。誰が親父がアルチューだよ。昨日一緒に酒飲み行った時、最近酒の楽しさ知ったわ。一番ということで、契約書を巻きましたーい。どんどん入り契約書巻き楽しかったね、契約書。やばかった、ドキドキしたでしょ。まあ、はい。すごい条件だったもんね。いや、嘘ですよ。まあ、通常通りのね、あの賃貸の一応ね、巻いて、まあ、トラブルがないように、はい、ということで、今日は、まだ4月になってないんですけど、その前に1回集合して、はい、お花見でもしますか。だって全員さ、ちゃんとするの初めてじゃない？いや、初めてですよ、確かに。そう、この前はケントが遅れてきたから。あ、そうですね。だよね、はい、あんまりね、もう入れ違いみたいな感じで。あ、そうそうそう、うん、だからもう初めての、まあ、親睦会みたいな感じでやって、うん、で、まあそうだね、あの今コロナの影響で外ではできないんで、あの屋上があるんで、おお、まあ、そこでね、しっぽりやりましょう。はい、おわしゃ。よし、じゃあ自分の敷地内で楽しみます。そうそうそう。デートはないからね、今も。確かに。しっぽりと、じゃあ買い出しも、まあ、しっぽりと何人かで行ってもらってやりましょう。はい、よっしゃ。はい、買い出し行きたい人。はい。はい。自分のメンバーだ。自分のメンバーだ。買い出し。おかしいな。あぶね。買い出しって新メンバーと仲良くなるんじゃないですか。よかった。よかった。よかったよ。ここに混ざったら面白い。え？でも大丈夫、買い出しに行けば自分の好きなものいくらでも買えるよね。ポジティブポジティブ。あ、俺もやめたいわ。一人行ってほしい。ちょっとそんなやるんだったらおかしい。個人機に走るんだったらチームワークじゃあちょっと二人で行ってきます。行ってきます。女性メンバーも一人行く。あ、じゃあじゃんけん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 。じゃあ、行きます。オッケー。じゃあ、ひびこと3人でお願いします、買い出し。はい、お願いします。はい。シーシルバーグ。いや、炭酸飲めないっすよ。炭酸飲めないっす。ちゃんとアクエリとかあったら。アクエリア。はい、アクエリアさ、ジュースなんで。あぶき揚げ。はい。こっちじゃないですか。おせんべいエリアだから、普通にあると思いますけどね。あ、歌舞伎揚げあった。ありました。あ、ほんとだ。あ、そうです、それ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 。美味しいです。はい、これ美味しいんですよ。まあ、乾いたやつしかないから、しっとり甘いやつ。あ、ここにも歌舞伎上がった。どうだ。ちっちゃいの。ああ。マシュマロとか。いいよ、好きなの。マジ好きなの食べる。あ、なんかチョコで分かれてると言ったら、多分チョコマシュマロとかだったら分かれてそうかなって思ったんですけど、なかったです。ポテトチップス系いいんですか？ポテチ系いくか。そのなんか、特盛りバッケってあります。あ、これ。これだったら。これ多分、今しか買えないですよ。イエーイ。イエーイ。君たち二人は。君たち二人。元カレ元カノからもらったものって捨てられる？あの普通に捨てますね。あ、本当に。はい。あ、そうなんだ。そうなんだ。で、ケントゥの恋愛観ってちょっとなんか女性っぽそう。結構もう好きな人になんかゾッコンっぽい。ああ、そうなんですかね。どうなん、あっさりしてんの意外と。いやもうなんかここ多分東京来てから一回もなんかそういうなんか何もないんで。感覚が分かんないですね。でモテそうだよね、今時だもんね。うん、今時だ。今時だ。今時だ。カタカナ。カタカナ。こっちに来るからみんな移り。さあ、ということで、買い出しにね、買い出しに3人が行ってる間にね、
4人で仲を深めましょう。はい。ここはどう？喋ったことある？いや、全然、ね、もう多分、今初ぐらい。いや、マジか。そうなんだ。そっかそっか。あれ、年は同じぐらいだっけ？多分一緒。一緒です。おじゃあもう、タメ語にしようよ。タメ語に。そうですね。検定、おい検定。おいって。おい検定。何これ。でももう P さんとはタメ語になってる、ね。あ、そうですね。うん、はい。そっちの方がいいよね。最初めっちゃ普通に年上だと思ってて。俺も年上だと思ってた。なことある。なことある。だから3人一緒ってことか。そうですね。多分3人が一番下になる。あ、なるほどね。下もそうなんだ。ヒーコとか年齢とか大丈夫なの？公表して。あ、一応言わない方がいいのかな。言ってたっけ？言う、いや、どうでしょう。多分言って言ってた、はい、あ、そっか。じゃあ、恋愛感に急に恋愛感について春だしね。君はどうなの？君いや、そうですね、僕元カノからもらったもので今捨てられなくてめちゃめちゃ喋ったそうなんですよ、ね、準備してながら喋りたくて仕方ないですね。じゃあ、みんなから見えるあのマフラーあるじゃないですか、タオルの横に。ああ、あれが前の前の彼女を絡まらせたもんで、めっちゃ前捨てられないんですよ。で、捨てようと思ってここまで持ってきたんですけれども、捨てられずにあそこにかけてあるんです。いやいや、もう二人に捨ててもらえよ。うわぁ。いや、でももう春ですし。確かに。屋上で燃やそうぜ、あれ。だって前の前の彼女めっちゃ好きだもんね。めっちゃ好きでしたね。いや、でも二人ともなんかやっぱ雰囲気が柔らかいからさ、なんか合いそうだね、すぐ。何型 ?A 型です。A 型？はい。僕も A 型です。あ、A 型？誕生日11月一緒です。いいよ、共通項多いんだ。なるほどね。でも年も一緒だから。うん。あ、ありがとう、帰ってきてくれた。降ってきた。降ってきた。雨、うん、マジで、うん、このタイミングで室内あれを眺めるデイワソンの木をあれを真ん中に宗教的だなぁ。マジか。いや、俺は屋上に行く。止めて、誰か誰か止めて。この空で屋上でやるのもおもろいなとは思ったんですよ。うん、ガチで結構降ってる。いや、そんなに全然降ってない。じゃあもう一瞬だけさ、はい、もうその絵だけ撮ろうぜ。了解です。一瞬だけ急いで行って、降ってきたらもう退散。はい、よし、行こう。いやー、よし、じゃあ段ボール持つ人と、いや、ビニールシート持つ人と、段ボール持って、米出す人、米行こう。よし、扉を開けるとそこは素晴らしい屋上です。やだー。あ、ありがとう。投げてくれ。お花見だ。リッツリッツこれなんだよ。あれ、あれ、いや、嘘、大丈夫、大丈夫。おい、死にたくてもすな。早いねん、食うの。花見っぽいですね。マジで何やってんの、死にとこ。もう全員で分けれないぐらい食ってるじゃん。いやいやいや、違う、矢崎はいいの。なんで矢崎はそういう子じゃん。甘い。うわぁ、カワットセンスしてる。結構カワットセンスしてない、なんか。Pさんの顔くんのようなんですよ、これ。いや、本当に僕じゃない。いい、誰、本当に。ヒコ。やべぇ。やべぇ。言っちゃいけないこと言っちゃった。でもちょっと本当に変わってんのか。嘘、でもよくない？なんかもっとさ、ポテチとかさ、ポッキーとかさ、かなと思ったら歌舞伎揚げとか渋いなと思って。だからおばあちゃんが買いそうなね。それまあみんなで続くのもいいけど、その小分けにされてるのを中心に買ってるわけよ。あー、なるほどね。なるほどね。あ、すごい、シュークリーム。ちょっと僕は強制外しますね、今。いやいや、誰も見てないのよ、そこ。いや、見せるな、見せるぞ。名物シーンとかないのよ、それは。よし、はい、じゃあ乾杯しますか。あ、早い。はい、じゃあ行きましょう。手にも歯に持たないでください。歯持たないで。じゃあ行きましょう。令和荘1年間の繁栄を願って、乾杯。乾杯。いいですね。やっとして。いやー、ここまで来たらもう食べましょう。ビジネス花火。ビジネス花火。いやー、でもね、3人の話聞きたいね、いろいろ。あー、新メンバーの、うん、そっか、僕らは結構話してますけど、そうそう、見てる人はここが初ボケだね。そうで、ケントゥーとこの2人ももうほぼね、初対面だから。
あ、そっか。そうなのよ、前回あんまり喋ってないから意外とね。そう、そこの中を深め合って確かに。じゃあはい、アイコの曲名当てクイズ、イエーイ。これはアイコの曲を知らない人たちが適当に単語を言って、アイコの曲名を当てた人が一抜けで抜けてくって、はい、で山手線ゲームの要領でパンパンで言ってくる。はい、わかりました。結構単語が多いんだよね。そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ奥君は分かった。いやでも僕もそんなたくさん知ってるわけじゃないんで、自分の知ってるの以外は言います。オッケーです。当てに行きます、外側を。オッケーです、うん、でもだから傾向はだいぶつかめてる、ね、いや俺傾向だいぶつかめてる。おほほ、なんかいくつかある候補がこれあったんじゃない、あるんじゃねえかぐらい、はいはい、じゃあ、うん、いきますか、パンパンですよ、はいはい、じゃあ内藤さんから時計回りいきます、はい、せーの。 T シャツない、 T シャツはないです。ない、あじゃあこう回る T シャツなんかあったらあーって言ってくれれば多分テンポよくなる。あ、わかりました、はい、せーの。あ、僕からですか。うん、あ、OK です、了解です、はい、いきます。はい、石ころ、かき氷、ありそう、京王線アンテナ、あ、なんか、タンポ、ありそう、スニーカー、ありそう、橋橋、ツーリン、ありそう、サンダル、ありそう、コンクリート、なさそう、風、ありそう、ポテチ鳥居花火。あ、花火。花火。大体出してる。いやでも当てにはいったね。いやでもだんだんこう回んなくなってる、頭が。そうです。いやでも実際ありそうだったね、どれも。確かにあるんじゃない。ジャッジが難しかった。難しい。このゲームぜひ皆さんやってみてください。おすすめです。あ、皆さん忘れてたんですよ。めんべいっていうちょっと有名なおせんべいです。え、何ですかそれ。めんべい、あの明太子のせんべいで、はい、まあ、知る人ぞ知るという感じの。マジで。はい、なのでよかったら皆さんで食べてみましょう。早速食べてみよう、みんなで、はい、ありがとう、はい、いえいえ。明太子のせんべい、明太子のせんべい、あれですか、なんかそのプレス機で銃みたいなこと。いや、それはちょっと分かんないけど、明太子のせんべいよく見たらしいですね。見えるから、やったー、ありがとうございます。ちょっと、はい、ありがとうございます。ありがとうねー。プレーンって書いてあるんだけど、そう、なんかいろんな味あって。あ、そう、何味があるんですか。明太子がもはやプレーン、マヨネーズ味とか。あー、なんか明太マヨ的な。そうです、そうです、美味しそう。へー、じゃあいただきます。はい、あ、めっちゃこぼすよ。でも匂いはまだ普通の海鮮せんべい。あ、パリパリかも。いただきます。うん、あ、内藤さん、もしかして点数つけますか。いつも通り。意外は。ああ、な、誰がこの絵を望んでるんだよ。誰が。ちょっと厚めなせんべいで、で、後味ピリッときます。ですよね、はい、これ厚みがいいね、はい、このサクサク感が、食べ応えがあります、うんうんうん、どうケンツ、おいしい。僕結構食べたことあるし、お、長崎なんで。あ、そっかそっか、九州だから、うん、有名なんだ。リムとかしたら、お土産買ってきたり。有名なんだね。え、お紅茶大丈夫。お紅茶。お紅茶大丈夫ですか。そんな気づかなくても。お紅茶大丈夫。お紅茶。お紅茶ない。さすができる営業マン。ありがとうございます、いただきます。イギリス王室から出身なんですか。今からカルタやります。イエーイ。それで、ね、毎月やってランキングを張り出します。レッドソーに月間チャンピオンだ。個人練習とかしといてください。夜中ね、バシーンって畳を叩く音が。マリナス、おいい声が、いい声だ。離島への旅のスタート。ヒーコ、すごいよ。1枚目、やばい、流れを持ってかれた。モサたちの、はやー、やってたろ、やってたろ、これ。はいはいはい、さらえねん、はい、腕を広げる、はい、なんでも作りたい、はい、あー、フェイント出してきた。いや、これもしかしたらこれで終わり、うん、可能性もあるないし、うん、終わりしたー。あ、じゃあこれあれか、フェイクか、フェイク札、フェイク札か。いや、じゃああれね、あれにしましょう、じゃあ
さ一番最後の札の時はこう上にパッてやって、それだけ玉入れのシステムね。まさかさすがに一発目でね、そのふわってならないと思うけど、行ってみましょうか。優しさ、上着かけてあげる優しさと同じだ。じゃあ行きます、せーの、いい。早いよ。せーの、これだけは時遊びであった可能性ありますよね。やってたから。